はい、どうもオレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算127日目、さあ今回もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだということで3秒あげましょう。3、2、1、そこまで。今回はこの左下の6分というね、字のこの二重線の間に隠れていましたということでね、見つかったでしょうか。はい、それではね、いつも通りの動画をやっていきましょう。カッコ1が関西大倉中学校、カッコ2が関西学院中学部、カッコ3が慶応義塾中等部からの出題です。はい、基本的には入試問題から抜粋しております。さあ、オレンジ先生タイム4分36秒です。まあね、いつもよりかは、平均よりかは少し時間がかかってるのかなという感じです。これを参考に制限時間は6分とさせていただきます。はい、タイム、そして質問、ご意見など、気軽にコメントください。よろしくお願いします。はい、そして問題データね、そして板書データが欲しいという方は、オレンジ先生のこのチャンネルのですね、メンバーシップ制度、オレンジメンバーレベル2を検討してみてください。よろしくお願いします。さあ、それでは白い紙とペンを用意したら始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答えを見ていきましょう。ドン。カッコ1が20分の9、カッコ2が14分の27、カッコ3が5分の2でした。いかがだったでしょうか。それでは解説していきます。さあ、カッコ1番からですが、カッコ1は、これはもう小数分数混合問題で、まあ、ここら辺のレベルはね、まあ、合わせていきたいなというところですが、まあ、一つずつ見ていきましょう。1.45-4 分の1ね、まあ、これ迷ったんですが、分数でするなら、おそらく20分ので通分することになるんですが、小数でやってあげると、結構綺麗にね、計算できてしまうというところですかね。1.45-0.25。ね、小数第2位まであるんだけど、この計算をすることによって 1.2 と、小数第1位までになるということで、悩みどころですが、小数で、まあ、計算したらいいんじゃないかなと思います。で、その後のですね、1と14分の1かける1.2割る35分の3に関しては、もうこれは 一気にやってしまいましょう。掛け算ですね。14分の15かける5分の6かける3分の35というふうにね、一気にもまとめてやっちゃいましょう。はい。で、その後ですけれども、まあ、そうですね。15引く20分の3はもう、これは20分のでやっちゃいました。20分の297。で、あとは、まあ、掛け算の約分ということですね。分数の掛け算で約分をしていくということです。はい。いかがだったでしょうかね。カッコ2番見ていきましょう。はい。カッコ2番はね、もう本当に計算量も少なくて、まあ、この問題も合わせていきたいところですね。はい。カッコ1、まずカッコの中からですね。まあ、通分して計算してあげまして。で、9.75 割るっていうところは、まあ、9.75 をね、9と4分の3。これも暗記事項ですね。0.25 シリーズ、4分の3でございます。9と4分の3にして、過分数4分の39にしてあげます。で、その後、まあ、4分の39かける91分の24ですね。はい。してあげるとですね、ちょっと、約分というか、約分が見つけづらいところなんですが、約分してあげて、まあ、13で割れるのかな。はい。で、あとは、計算してあげるだけですね。はい。4.5 を2分の9にして、14分の63と通分して、最後計算をするといったところです。はい。カッコ3番です。カッコ3番もね、同じく、まあ、小数分数、混合問題典型的なところですが、まあ、一つずつ逆算していきましょう。で、1.6 割る2かける四角に関しては、表からね、計算していくときは一緒にまとめて計算したらいいんだけど、逆算のときはね、ややこしくなっちゃうので、まあ、一個ずつ僕は計算しています。はい、ということで、まあ、逆トーナメント表を書いて順番間違えずに、一個ずつ計算していきましょうという感じかな。はい、4分36秒でしたが、皆さんはどれぐらいの時間でできたでしょうか？よければコメントで教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで以上にしたいと思います。はい、よろしければグッドボタン。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくねー。